養ってくれたのは年老いた修道女。とても優しい彼女はいつもニコニコ笑ってた。貧しい暮らしの中でも僕らはみんな幸せだった。 彼女は病に伏し、血に召される日が近づいた。彼女の枕元で僕らはこう言った。一体ここまで育てててくれたあなたに恩返しがしたい。どんな無茶でも構わない。何か願いはないですか。 終わりを告げる教会の鐘、血輪だらけの彼女の手に一枚の用紙を渡した。それは